これは10センチの基本ブロックです。手前の方が この面は下になります。この面が上の面になります。その時にこの面が上になります。この面が下になります。違いはこの間の寸法が分厚くなっております。こちらは細くなっております。
自在クランプの取り付け方、このように単管を支えるように取り付けます。このようになります。そしてメガネはこのように17を使用します。右側が時計回りが締める方向です。反時計回りが緩める方です。このようにあまり締めすぎるとネジ山が壊れてしまいます。このようになります。17です。古い単管も新しい単管もこのように自在クランプは支えるように施工します。このように時計回りが締める方向、反時計回りが緩める方向です。これは自在クランプです。使用工具は17です。
使用工具は17です。このポールの白と赤の寸法は20センチごとになっております。1メートルは1、2、3、4、5、赤から赤になっております。